ちょっとさっきのとこ行ってみたいな。どこだっけな。さっきのところ前作ったのがそのまま残ってたから、前作ったのそのまま残ってるんだ、死んでも。んー、じゃあこれでやっぱりどん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 立てていけばいいのかな。いろいろいた、これちょっと爆発して、爆発しないの、爆発した。これやったらアイテム一気に集まるから楽だな。これずっと下に行けるのかな。これどん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 下行けるとどうなんだろう。あ、これ掘れないやつかな。あー、これ以上行けないのか。わかった。探検しつつ資源を集めていろんなとこ行ってみようかな。でそれやってるうちにだんだんなんか分かってくると思うんで。あー、また夜になりそう。あ、来た。あっち行こう。敵を避ける方法をまず見つけないと。夜が来るたびに殺されてるからな、なんか。あー、爆発した。はい、夜の間にもう10回ぐらい死んだんですけど、とりあえずずっとゾンビと戦い続けて今やっと朝になりました。あれ、まだあれいる、倒せないよな。あ、ここにもいる。朝なのになんでいるんだろう。ちょっと向こう行こう。あっちの島に行ってみます。着いた。ここになんか作ってみようかな。作れないのかな。下がんないとね。うん、こうやってやっていけばどんどん上に登れるのかな。ちょっとずつこうやって。でも資源がなくなっちゃうか。もっと資源貯めてたらこれどんどん上行って雲まで行けるんじゃないかな。おう、まあ、これ目印になるからいいかな。うん、取っとこう、このまま。で、また夜になっちゃったな。他の人も死にまくってるわけはないと思う。あ、なにこれ、洞窟みたいのがある。お、洞窟これ。あ、でも暗くて分かんないな、出られないんですけど。この洞窟から出られなくなってしまいました。ちょっと自殺もできないみたいなので、もう一番最初からやり直したいと思います。ピロピトです。洞窟でハマっちゃったので、また一番最初から世界を作り直してやってみたんですけども、最初にやったとこと全然地形が違ってるんですよね。これ毎回作るたびに違う世界ができるんですかね。それともこのスタート地点が変わってるだけなのか、どっちなのかはわからないんですけども、この進捗っていうのを見ると、
このゲームのストーリーと核心、石器時代、鶴橋で岩を採掘する、この辺が多分あのゲームの目的みたいなものだと思うんで、とりあえずこの鶴橋を作るっていうのを目指せばいいのかなと思ったので、ちょっとそれを意識しながらやっていきたいと思います。あ、豚だ。豚は初めて見たな。ちょっと夜はもう死にまくるので隅っこでじっとしてます。歩き回るともう敵に追いかけ回されて殺されるので。お、なんだ、またあれか。あ、石器時代進捗達成、石器時代を達成した、どういうことだろう。明るくなってきた。あ、村だ。ゾンビの村。どうした、村とかあるんだ。じゃあ話せんのかな。人がいた、話せんの？攻撃したらどうなるのかな？試してみたい。大丈夫？大丈夫なのか？これどうすんだろう？これ？紙、エメラルド。取引できるってことかな。なんかそんな気がしてきた。この村もっと人いいのかな。なんか自分、このゲーム自分一人しかいないのかと思ってたけど、他にも人間っているんだ。